コム。誰じゃったかの。あなたの孫だってば、今日ここに引っ越してくるって手紙に書いたでしょ。おー、そうじゃったそうじゃった。待っておったぞ。遠いところをよく来たの。汽車で2日もかかるなんて聞いてないわよ。パパもママも何も教えてくれないんだから。あは、相変わらずじゃな。それで今日は一体何の用事じゃ。だから引っ越してきたんだってば。じいちゃんも相変わらずね。入ってもいい？Yeah.
バッバッ。あれはもしかして、うう、こ、怖いでしゅ。バッ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 。ピノは美味しくないでしょ。ギータマ、助けてでしょ。超スーパープリティミサイルスイッチ。やった、やっぱり子供もいるじゃない。あ、ありがとうでしょ。でも変わった格好してるわね。あなたはピノでしょ。お化けのピノと言いましょ。お化け？おやおや、一体誰と話してるの？子供は楽しそうでいいわね。お化けは人間の大人には見えないでしょ？ってことは本物なんだ。やっぱりお化けは怖いでしょ？うん、すごいじゃない。え？お化けに会っちゃうなんてラッキーね。ね、私と友達になってよ。え、そんな、人間の人にそんなこと言われたの初めてでしょ。オッケーってこと？よろしくね、ピノ。ピノ。あ、ニータマ。心配したぞ。その人間は？ピノを助けてくれたでしょ。お友達になったでしょ。友達？何よ。いや、妹が世話になったみたいだね。お礼がしたいから僕たちのホームまで来ないか？ホーム？ニータマ、いいんですか？みんなには僕から話そう。よかったでしゅ。案内するでしゅよ。なんだかよくわからないけどお願いするわ。こっちだ。こんなところから行くの？この先がピノたちの暮らしているお化けホームでしゅ。みんな変わってはいるけど、いいお化けたちばかりだよ。さあ、ネイタマ、一緒に行くでしゅ。ドキドキするわね。
なかなかナイスな踊りね。いや、来てたぽ。だって、町にいても退屈なのよね。君は変わっとるぽ。なんでよ。普通、お化けって怖がるもんだぽ。その顔じゃ怖くないよ。うわぁ、ひどいぽ。大変でしゅ。ねえたま、助けてほしいでしゅ。どうしたの？ニータマがファントムに捕まったのでしゅ。ファントム、そりゃ大変だぽ。ファントム、最近よそから来たっていうお化けたちね。乱暴者でなかなかのワールだぽ。そんなやつ、私のプリティトルネードキックでやっつけてやるわ。確かに君のキックは強烈だけど、ファントムは危険なやつらだぽ。そうでしょ、あれさえ使えれば。この中にはある武器が封印されてるでしょ。これに？全然知らなかったわ。ねえたま、触ってみるでしょ。わあ、昔、悪い奴をやっつけた伝説の武器でしょ。ニータマが教えてくれたでしょ。へえ、こんなものがあったのね。でも、誰も引き抜けなかったぽ。ねえたまが試してみてほしいでしょ。わかったわ。抜けたらショートケーキをおごってもらうわよ。いいからさっさと試すぽ。抜けたわよ。驚いたぽ。これでファントムと戦えるぽ。ピノ、ファントムたちはどこにいるの？遺跡のあたりにいるはずでしゅ。データマ、お願いするでしゅ。任しておいて。よし、それじゃあ僕はここで踊って応援するぽ。どんな応援なのよ。出た遺跡みたいね。ん？あなたが服をさらったファントムね。それはお化け違いというもの。我が輩は通りすがりのお化けである。ファントムの奴らなら遺跡の奥へ去っていった。あからさまに怪しいけど、ま、いいわ。なかなかいいドリルを持っているね。大事にするがいい。さらばである。
いた。助けに来てくれたのかい？あれ？元気みたいね。出られるなら自分で逃げなさいよ。今気づいたんだ。そんなことより大変だ。今度は何なの？ファントムの奴らがお化けホームを狙ってるんだ。それじゃあ。急に天気が悪くなってきたわ。雨でも降るのかな？いや、あれは雲じゃない。闇の霧だよ。闇の霧？嫌な予感がする。僕は急いでホームへ帰るよ。あ、待ってよ。任務が終わったのです。っていうか、超余裕って感じ。パン、コボコボコボコ。何匹か逃がしたですって。いいわよ、それくらい。うん、それよりお化粧が落ちちゃったわん。王子、四天王たちよ、ご苦労だったな。今俺様たちファントムの計画は輝かしい第一歩を踏み出した。お前たちの働きに期待しているぞ。任せてください。あーん、王子今日も超イケてるわ。ちょっとやらしい目で王子を見ないでちょうだい。スカポンタンな娘ね。何よ、超ムカつく。キャンキャン、うるさいわ。王子の前に臭い息吹きかけないでくれる。うるさいぞ。いやー、大胆。ありえない。あんたのせいで怒られたじゃない。バッコココファ。それでこの後どうするですか？うん、そのことだが。何よ、小娘。何よとは何よ。予定通り計画を次の段階に移すぞ。お前たちはすぐ持ち場に戻れ。了解しました。クロコパ。いや、待って。王子、失礼するわ。バイバイ王子、待ってね。さて、ようやくのご到着だな。これは帰りなさい、人間のお嬢さん。あなた、ファントムね。いかにも、俺様はファントム一族の王子だ。以後お見知りを。王子？みんなはどうしてこんなことをするの？友達のお化けたちは部下の四天王が預かっているぞ。俺様たちの目的なら、いずれお前も知ることになるさ。さて、これでも何かと忙しい意味でな。今日のところは挨拶のみで失礼させてもらうぞ。いかが？お呼びによりただいま参上。あ、待ちなさいよ。また会おう、人間のお嬢さん。大丈夫、みんなお化けなんだから死にはしないわ。とりあえず誰か残ってないか探してみよっと。